今日私は創世紀6章1節から9節の御言葉を通して最も悪な時代に神と共に歩んだノアという題名で御言葉を語りたいと思います最も悪な時代に神と共に歩んだノア今日の本文はノアが生きていた暮らしていた時代について記録していますこの御言葉は洪水の審判の前に ノアの時代がどのような時代だったのかを見せています。また、なぜ神様が洪水を通してこの世の中を審判されたのか、裁かれたのか、なぜ人間を全て滅ぼそうとされたのか、その理由について見てみたいと思います。私たちはこのような裁きについて、審判について悟らなければならない理由は、イエス様がマタイ24章37節を見ると、 人の子が来るのはノアの時と同じだと語られているからであります。ですから、世の終わりに主が再臨される時も、また裁きをなされる時も、どのような時かというとノアの時と同じだということなんですね。ですから私たちも今、この時代、ノアの時のような世の終わりだと語りますね。 このような時代に生きながら私たちもノアのように神様と共に歩まなければいけません。私たち一人一人準備が必要なわけです。では今日、ノアのような暮らし、どのように暮らせば神様と共に歩むことができるのかについて見てみたいと思います。まず一番目にノアの時の時代について見てみたいと思います。今日の本文、創世記録書に記録されていますね。 6章1節からを見るとどのように表現されているのか人が地上に増え始めと語っていますね人が多くなりましたまた2節を見ると神の子らが人の娘たちの美しいのを見て好きなものを選んで自分の妻としたと語っていますねですからよく見てみると神様の子供たちと 人の娘たち2つの部類に分けられていることを見ることができます。神の子たちと人の娘。では、この神の息子は誰なのか、また人は誰なのかを見なければいけませんね。このことについて、神学的な論争が今でも続いています。また、神様の子供たちと。 人の子供たちが結婚して子供を産みました。その子孫がネピリムと語っていますね。ネピリムと。じゃあそのネピリムは誰なのかということを悟らなければいけません。じゃあまず一番目に神の子供たちは誰なのかを見てみたいと思います。えー、まず天使という見解もあります。天使が堕落してこの世の中に来て人の娘たちと結婚して 子供を産んだと、それがネピリムだという人がいます。ですからそれをネピリムを巨人だという人がいるんですね。しかしこれは間違っている見解です。なぜならばイエス・キリストは確かに語られました。霊的な存在である天使は結婚できないと語っていますね。マタイ22章30節に記録されています。マタイ22章30節を見ると復活した時は 人をめとることもとつぐこともないと語っています天の御使いたちのようにですと語っていますね天使のようにとつぐこともまためとることもないと結婚しないということなんですね天使はしかし多くの人は神の子供たちは天使でそれが堕落してこの世の中に来て人々と結婚してネフィリンが出たと巨人が生まれたんだと言うんですけれどもそれは間違っているんですね ギリシャ神話のようなそういう話ではないわけです。しかし聖書はそのようなことを語ってはいません。この神様の子らは誰でしょうか神の子というのはアダムの子孫の中で敬験な信仰のある説の系列の子どもたちを意味しています。説の系列の子どもたち。 ルカによる福音書3章波説を見るとイエス・キリストの系図が出てくるんですけれどもこの系図は遡っていく系図なんですけれども30波説を見るとエノスの子、セツの子、アダムの子このアダムは神の子であると語っていますね神の子であると語っています、えー 英語を見ても書いてますね。エノスの子供も、節の子供アダムの子供また神の子供だと語っていますよね。日本語も同じです。原文と似ている翻訳の姿なんですけれども、この創世記五章の摂の系列のケ図があります。そこではアダム、摂、エノス、海ンと行きますけれども、ルカによる福音書との差は、 ルカによる福音書の系図は遡っていくわけです。上にそして神様に至るわけですね。これはどういうことかというと創世記5章に出てくるその系列の説の系列の子どもたちは神の子どもたちだということです。ですから聖書でローマ発祥14節を見ると神の御霊に導かれる人は誰でも神の子どもですと語っていますね。御霊に導かれる人は 神の子供なわけです。天使じゃないんですね。御言葉を受けた信徒を意味しています。聖霊によって導かれる人が神の子だと語っています。また、ガラティア3章26節にも、あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって神の子供ですと語っていますね。このような箇所が多くあります。ですから、その神の子供たちの中で、 人の娘たちと結婚した者がいたわけです。じゃあ人は誰でしょうかこの人の娘たちは誰なんですか神様の子供たちが説の系列信仰を守った経験な説の系列であるとするならば彼らと対照的な存在というのはカインの系列のことを意味しています。その当時アダムがカインとアベルと説 でアベルは死んだわけですから、カインと説しかいないわけですよね。そのカインと説の子孫を意味するわけです。だから、カインの系列を意味するわけですけれども、カインの系列の子孫であると語っています。このカインの系列は誰でしょうか創世記4章16節を見ると、カインは神の前を去ったと語っていますね。神の前を去って そしてエデンの東野ののでの地に着いたと住み着いたと語っています神様の前から去っていた者たちがカインの子供たちなわけですですから整理してみると説の系列は信仰を守り神様の見前に暮らしていく信徒を意味しているわけですけれどもそれが神の子でしたしかしそのような神の子たちの中でもカインの系列の人の姿を見てただ単に 外見的に美しいというのではなく彼らの暮らし方が羨ましくてあのような暮らしをしたいとそれで神様を離れていってその人の子供たちについていったということを意味していますそれが神の子供たちの中で人の娘と結婚した者たちでありますコリント第二の手紙6章17節から18節を見るとそれゆえ 彼らの中から出て行き彼らと分離せよと主は言われる汚れたものに触れないようにせよそうすれば私はあなた方を受け入れあなた方の父となりと語っていますねですからこの堕落した世の中から分離して経験な聖なるものとして区別されたものとして歩まなければいけないわけですそれが神の鼓動ですことですよねしかし彼らの中でも世の中に向かっていくもの 世の中に帰っていこうともう一度世の中に戻っていくそういう人たちがいたというわけです信仰してた人たちそれが神の子供の中にもいたと人の娘たちに従っていたものであると表現しているわけですねそして彼らが産んだ子供たちがネピリムという人でしたネピリムじゃあ2番目にこのネピリムは誰でしょうかネピリムは誰なのか 昔の聖書の翻訳を見ると例えばキング・ジェームズ・バージョンだとかを見るとこのネピリムについて「巨人」と語っています巨人。しかしこれは間違った翻訳です。なぜ「巨人」と言ったのかというと天使と人が結婚して生まれた子どもたちだから「巨人」だとそうやって考えたわけですね。適当な考えですね。 ネピリムについて聖書に出てきませんあまり。「民数記13章32節から33節に見ると語っているんですけれどもこの内容が何かというと荒野,で荒野からカナの地に行くときに十二人の石膏を送りました。そのスパイを送ってカナの地を見てきてから戻ってきて言うのが何ですか巨人たちがいたと語りましたよね。彼らの前で私たちは 稲子のようだと語りましたそこを見ると33節にネピリム人アナク人を見たと語っていますね自分が稲子のように見えたそして彼らにもそう見えただろうと語っていますよねここを見るとネピリムと書いてるんですけれどもこのネピリムが巨人だと身長が高い人だとそうやって主張するわけです しかし、しかし皆さんこう考えてください。もしもネピリムが、えー、肉体的な、えー、属性を意味する単語であるならば、例えば血統的な、えー、そういう、えー、ものを意味するものであるならば、聖書に矛盾が現れるわけです。その矛盾は何かというと、ネピリムが洪水で死ななければいけなかったわけです。なぜ民数記に出てくるんですか 洪水で全ての人を滅ぼされたわけですよね箱舟に入ったノアの8人の家族だけを救われたわけですノアの家族の中でネピリムがいなかったならばもう滅んでいるわけですよね洪水を通してでもこのように民数記13章を見てみるとネピリムが出てくるわけですおかしいんですよねですからこのネピリムというのはただ単な身長が高い巨人だと そういう肉体的な属性を意味するものではないということです。洪水の審判で全ての,その人々が死んだならば、現れることはできないわけですよね。だから、ネピリムはただ単な巨人を意味するわけではないわけです。このネピリムという単語の意味について、廃墟するもの、堕落したものという意味があります。ネピリムという単語の意味の中で、廃墟するもの、堕落したもの、むくもの。 このようなな意意味味が正確な意味です。皆さん考えてみてください。節の系列が神の子供たちです。神を信じる信仰の持ち主なわけですけれども、彼らの中でも世の中が好きで神様を離れて人の娘たちと結婚した者たちがいました。世の中に戻った人がいました。彼らがネピリムだと言いましたよね。彼らが産んだ子供たち。その子孫が堕落した者たちです。背く者たち。神様の御言葉に。 背を向けて出て出った者た者ち教会に背いたもの教会を廃教した人たちそういう人たちがネフィリムだということですですからこうやって見なければ聖書の矛盾がないわけですよね創世紀6章4節をもう一度このような意味から見てみると神の子らが人の娘たちのところに入り彼らの子供ができた頃またその後にもネフィリムが地上にいたこれらは昔の勇士でありなの あある者たたちであっっと語っていますね洪水の後にも神の子らが人の娘たちと共に結婚した者たちがいたとそして彼らがネピリムとなったと語っています堕落した者になったと神様の御言葉から離れた者という意味ですそれで民数記13章33節を見るとアナクの子孫がネピリムの子孫だと語っていますけれどもこれも間違っています どういう意味かというと、ネンフィリムに属する者たち。ですから、アナクの子孫はですね本当に巨人ではありましたけれども、ただ単に巨人だというわけではなく、堕落した者たちであったということです。堕落した者たちだったと。私がこのネフィリムについて気になったのはですね、ある人が私に向かって言うんですね。なんでこんなにが背が高いんですかと言うんですね。ネフィリムのようですと言うんですね。 私は気分が悪いんですよねネフィリムは本当にそうなのかと思って調べてみたら全然関係のないことなんですね。ネフィリムは堕落した者たちを意味します。背が高いということではないわけです。では、ノアの当時の時代はどのような時代だったのかというと、ノアの時、神様を信じる者たち信仰の持ち主が世の中を好んで神様を捨てて、 御言葉を捨てて出て行った者たちであったということを語っていますそれがノアの時代の特徴だったということなんですねそしてノアが予言する最後の終わりの時の時代のことを意味するわけですね多くの人は教会を離れていくと多くの人が神様を捨てて出ていくわけです廃墟する御言葉を捨てるわけですそむくんです テサロニケ、二章三節を見るとこう語っています。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜなら、まず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからですと語っています。まず先に廃墟が起こると語っていますよね。まず先に廃墟サイリンが来る前に、まずは廃墟が起こると語っているわけです。世の終わりにはこうなるわけですね。 では2番目にノア当時の人々の罪のありさまについて見てみたいと思います。罪を起こす者たちの姿について見てみると、創世記録書5節になりますね。主は地上に人の悪が増大し、その心に測ることがみな、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったと語っています。これがその当時の 人々の罪のありさまでした罪が増大し悪が増大して悪いことだけを見ていたといつも悪いことだけなんですねもういっぱいになっているわけです罪が本当にもう溢れるほど道ち溢れていたと罪がですね罪がないところがないわけです罪がないところがないんですね それで特にこの語説を見ると心に計ることがみないつも悪いことだけに傾くと語っています人間が計画するすべての考えがいつも悪に満ちていたとしかしこの計画計り事と語っていますけれども これはヘブル語でイェチェールという単語です。イェチェール。これはどういう意味かというと、形、また模型、フレームという意味なんですね。フレーム。日本語では枠と言いますけれども。なぜここにこのような単語が使われているかというと、人々が考えているその枠が、その型が、型がですね。 悪に満ちていたとですからその頭から考えから出てくるものは全て悪しか出てこないわけです。外見見見かから見たらた良いことに見えるかもしれません例えばえ貧しい人をえ助けましょう寄付してくださいと、ね、そうやってよく見えるかもしれませんけれどもその内面のえ根っこはですね根は悪に満ちているということなんです。 ですからこのイェチェールというのはどういうことかというと考えの根本的な思想や哲学を意味していますですからその当時の世の中を見ると目で見えるのはですねもう罪や暴力やそういうものが見えるわけですけれどもその中の根本的なものは何かというと人々のその心の中にあるその考えや思想が 全て神から離れていく悪に満ちた時代であったということを意味しているわけです。それがカインの系列の考え方ですね。どのようなことかというと、創世紀4章13節を見ると、カインは主に申し上げた、私の戸川は大きすぎて担いきれませんと語っています。カインがアベルを殺したわけですよね。 憎んで恨んで殺したわけです。そして神様が追い払ったわけですけれども、会ンは主に申し上げるわけです。私をなぜ捨てるんですかと、不平を言うんです今。人を殺した人はですね、罪悪感もなく、悔い改めもせずに主に申し上げるわけです。主に語ってなぜアベルだけを好むんですかと言うわけです。そういう 悪の考え、そういう方から出るそういう考えだったと。ですから私たちはですね、この目に見えるものだけではなく、そういう思想をしっかりと分別しなければいけません。第二コリント10章4節を見てみてください。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の見前で要塞をも破るほどの力にあるものですと語っていますよね。肉のものではないと。 それは何かというと、中賞5節を見ると、私たちはさまざまな史弁と、神の知識に逆らって立つ、あらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させと語っています。考えですね、考え。計りごと。これをすべてキリストに服従させなければいけないと。コロサイ2章8節を見ても、 あのなしいだしごとの哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しな,注意しなさいそれは人の言い伝えによるものこの世の幼稚な推しによるものであってキリストによるものではないと語っています。ノアの当時このような考えによって人間中心的な考えによって世の中が司さられていたわけですね罪がはびこんでいたわけです。 しかし聖書ではこのようなことはどう語っているかというとローマ14章23節の御言葉です。信仰から出ていないものは全て罪だと語っています。私たち自分自身の考えが神様を信じる信仰がなければそれは神様に背くものであり神様に認め,ることは認められることはできない罪だと語っています。 ノアの,の当時の人々はそのような信仰が一つもなかったということなんですね。私たちが生きている時代を見てください。このような姿に向かって今向かっているわけです。ですから神様は砂漠と言われているわけですね、砂漠と。なぜならば罪がはびこんでいるから、満ちているからです。罪がないところがないからなんですね。それはどういうことかというと神様がこの世の中に 立つ場所がなかったということです。罪で満ちているため、神様が立つ場所がないわけです。神様は罪があるところにはおられません。罪が満ちているため、神様が立つ場所がないわけです。それはどういうことかというと、人々が神様を地球から追い払っているわけです。ああ出てってくださいと、天にいてください。私たちの場所に来ないでくださいと。私たちに、え あだこうだこ言わないでくださいと。なぜ私たちにあれこれすれと言うんですかと。放っておいてくださいというわけです。ですから神様は裁くわけなんですね。それがノアの時代の罪の姿でした。世の終わりの時、このような時がまた来ると、聖書は語っているわけですね。では結論的に。 この世に最も悪な時代にノアはどうやって神様と共に歩んだでしょうかこれは簡単です。創世記6章8節を見るとしかし、しかし、しかしですね、しかし、世の中はこうであったけれどもしかしノアはどうでしたか主の心にかなっていたと語っていますね。 心にかなっていたこれが秘訣です。恵みがあったわけです。恵みが悪な時代に打ち勝つ秘訣です。ノアが恵みを受けたと語っているんですけれども、共同訳、または日本語の聖書では主の心にかなっていたと語っていますね。主の心にかなっていた。世の中には罪が満ちているわけですけれども、ノアだけは神様の御心と一つとなったわけです。 私たちも同じようにノアのようにならなければいけません。では何がその主の心にかなったでしょうかそれは何かというと、恵みを求めるその心がノアにあったわけです。それを見て神様は喜ばれたわけですね。世の中はもう暴力やまた罪やいろいろなそういう悪に満ちているわけです。 しかしノアだけは神様の恵みを探して求めていたと語っているわけです。死体を求めていたわけです。その当時の人々はどうやって暮らしましたかマタイ24章38節を見るとこう語っています。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたり見とったり嫁いだりしていましたと。では今私たち皆さん食べもせず飲みもせず。 また結婚もしませんか私たちもしなければいけないことです。なぜこのようなことをせずに暮らすことはできますかそれはできないわけですよね。<ひ>結婚や食べたり飲んだりするのをしてはならないと語っているわけではありません。そういうことをしながらも、ノア,のその差ノアとの差は何かというと、ノアはいつもその心の中の中心に神様がいたということなんです。ここうういうことをしながらも ノアには神様の恵みを求める心があったわけです。それが基礎だったわけですね。ノアは恵みを優先しました。ですから働いていても恵みを受ける時間があるならば、その働きを、ね、やめて恵みを受けに行ったわけです。はい、疲れていると。でも、ね、出て行って教会に来て礼拝を捧げる。そういう恵みを求める、積極的に探す。 そういうういい信仰の持ち主だったということこなんですねですから創世紀68節でその主の心にかなっていたと,かなってい,たというのは抹茶というんですけれども積極的に求めたということです。主の心を積極的に求めたわけです。そのうち恵みをくださるだろうと今日じゃなくてもいいだろうと明日でもくれるだろうとそうではなく恵みを受ける場所ならば積極的にそれを探して出ていったわけですね。 そういう死体を求める心があったからこそ、ノアはその悪な時代でも神様と共に歩むことができたわけです。それを聖書は私たちに示しているんです。愛する皆さん、私たちもノアのように、恵みの場所をしっかりと守ってください。決して逃さずに。決してその恵みの場所を離れずに、神様と共に歩む皆さんとなることを忍び直して祝福いたします。 世の終わりの特徴なんですか恵みを受けることが難しい時代を意味しています。しかし、ノアは恵みを求めていきました。そういう恵みがどこにあるか分からない。そういう時にもノアは探して求めたわけです。では、この恵みは何ですかまず、恵みというものは努力やまた理由や条件ではなく神様から与えられるものです。無料なんですね。ただです、皆さん。 恵みというものはお金で買うものではありません神様からプレゼントとして与えられるものです恵みを受ければ心の中に喜びがあふれます世の中の働きも恵みがあれば成功しますエペソン2章8節を見るとこう語っていますね恵みのゆえに信仰によって救われたのです それは自分自身から出たのではなく神からの賜物ですと語っています。ね賜物プレゼントなわけです。神様が与えてくださるものです。また、恵みというものは、恵みは苦しみを受ける者に慰めをくださり、喜びをくださることであります。苦痛を受ける者に慰めと喜びをくださる。また、2番目に恵みは、 罪によって苦しんでいる者たちに許しを与えます。罪の許しをくださる。また3番目は、かわいそうな者に慈しみを与えると。問題は何かというとですね、恵みがこんなに素晴らしいものなのに、賜物として私たちにただくださるのに、その当時の人々はですね、 恵みが必要ないと考えていたということです。彼らには世の中,の世の中に恵みよりももっと良いものがあると。恵みをですねゴミのように見たわけです。あただだと。私は必要ないと。しかし、この世の中に恵みよりも良いものはありません。価値のあるものはありません。神様は一番良いものを私たちに。 与えようとしているわけですただ与えられると語っているにもかかわらずそれを求めてくる人がいなかったわけです。ねノアの時代は今も同じです、皆さん。この教会で神様は恵みをくださります。この恵みを受けに来なさいと語っておられます。しかし、世の中に。 もっと良いものがあると考えるわけです。恵みは必要ないと、お金であればいいんだと考えるわけです。皆さん、私たち、今日、ここにおられる皆さんは、ノアのように、恵みを一番重要なものとして、恵みが一番良いものとして考える信仰によって、その恵みの場所に、ね、求めて、積極的に 歩んでいく皆さんとなることを主の皆をもって祝福いたします私には恵みがなければ暮らしていけないとそういう信仰の告白が必要なわけですノアのような信徒となってこの悪な時代ノアのように神様と共に歩むものとなり神様が私たちを見るたびにあああの教会の信徒は私の心にかなっていると そうやって認められる皆さんとなることを主ののをさっも祝福いたします。祈ります。愛する父なる神様、感謝いたします。今日、ノアの暮らしを通して、恵みがどれほど重要なものなのかを悟らせてくださり感謝いたします。恵みを求める心を私たちにお与えください。この世の中を暮らしながらも、忙しく、辛く、いろいろな問題もあったとしても、 しかし、恵みを求める場所に積極的に出ていって、恵みを何よりも一番重要なものとして考えながら、その恵みを主体求める信徒となることができるよう導いてください。また私たちの子供たちにも同じ祝福をくださり、いつも恵みを求める信仰を持つことができますように、世の中のものよりも、恵みをもっと求めて歩む信仰の持ち主となることができるよう導いてください。 私たちの教会、恵みがあふれる教会となりますように、また、罪がはびこるこの世の中で、恵みを求める者たちは、皆、この教会に来て、恵みを受ける体験が与えられるよう祝福してください。すべてを祈った通りなされることを信じて、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン